新キャラクターの2人の発表がされました。やばいです。まず前代未聞です。一回前例があったかな。いつもね原神の新キャラクターの発表っていうのは立ち絵が発表されるんですけど、今回ねその発表されるタイミングが早いんですよ。例えばねアルハイゼンの立ち絵とかもこんな感じで発表されるんだけど、アルハイゼンは 3.4 のキャラクターで 3.3 が実装される2日前です。なかなかバージョンアップが来る次の次の新キャラクターがバージョンアップの2日前に発表されるっていうルールみたいなのが今まであったんですね。で例外は2回ぐらいあって、八重巫女の立ち絵が出たのが2022年の1月1日。これは多分公式の粋な計らい、ハッピーニューイヤーに合わせてやりましたね。で、あと、放浪者とファルザンの発表はちょっと遅くなりましたね。中国の事情かなんかだそうなんですけど、で今回はそれと同じぐらいの例外です。だって今日は金曜日なんで、金曜日だぜ。本来ね、私月曜日に新キャラ発表来ると思ってたんですよ。まあなんですけど、河辺と新キャラクター、白術ですね。発表来ました。で、ここで立ち絵が来たということは、次のバージョン 3.6 では、まあ河辺と白術が来るということなので、まずかなりびっくりしております。見ていきますか。発表順でとりあえず河辺からでいいかな。はい、河辺です。いやー、いいな。芸術家が持ってそうなあるあるのカバンよ。で画像もね、こっちの方で準備してるんで、こちらをご覧ください。河辺。スメール学術界における主流の考え方は時にある事実を覆い隠してしまう。才能は一部の者にとって負担になり得る。ということ。しかしこれは言い訳であるとも言える。実際、元より運命だというものは性格によって決まるものなのだからな。この点については、河辺が全力で反論しそうだが、アルハイゼン。河辺についてのセリフは、まあ、アルハイゼンが言ってくれるやろなとはみんな思ってましたけどね。まあ、ついに来ます。どうなんだろう。カーベは魔人任務に参加できなきゃったキャラなんで、似たようなパターンだとね、鹿の院平蔵パターンみたいな感じで、平蔵が来たんて 2.7 かな。で、スメール組が最後、カーベで、スメール組が全員揃うっていう感じになるかなと思います。草元素。命の星座。極楽鳥座。え、アルハイゼンの命の星座の名前が、ハヤブサ座ですよね。ハヤブサと極楽鳥座。すごいな、極楽鳥って。平蔵は 2.8 か。そっかそっか。あ、そっか、2.7 の新キャラが、2.7 がヤランと少佐マンだね。2.8 が平蔵か。そっかそっか。もしかしてスメールのカーベが実装された次にいきなりフォンテーヌ来る説あるかな。あり得るよな。やばいな。フォンテーヌ来るの早すぎる気がするな、でも。だって、あ、ちょっと計算するか。バージョン 3.5 が3月1日に来ます。6週間経って4月5日に、まあ、バージョン 3.6 が来て、カーベと、逆術が来ます。え、5月16、17とかでさ、フォンテーヌ来る説あるかね。なんかあり得る気がする。平蔵を稲妻組が全員揃ってから次の国に行くみたいな。いや、筋肉、確かに筋肉軍とないからね。いや、正直大型アップデートは1年に1回だと思うので。でもどうだろう、こっからまたスメールのまだ名前も出てない新キャラクター出す説あるかな。まあまあまあ、いいっすけどね。カーベの武器なんだと思いますかね。片手剣。体格的には別に両手剣持てるんだよな。大きい。槍。槍はセノとキャンディスがいるからないか。弓かな。カバンで殴る。両手剣持つんだったらそれこそアルハイゼンっぽいんよな。腹筋ムキムキで。カーベはアルハイゼンみたいなムキムキじゃないから。でもそしたら片手剣とかになるな。素手。拳。拳はもうええよ。しばらくはもういいかなと思う。近接武器感ありますよね。まあまあね。まあ、ほうきはナヒーダおるもんね。じゃ既存のキャラクターと比べるか。コレイとイナリが弓矢。ほうきがナヒーダ。両鉄拳草元素はいない。片鉄拳がアルハイゼンだから空いてるのは、で槍はヨーヨーがいるもんね。じゃあ空いてるのは両鉄拳なのか。じゃあ草元素では武器の枠が空いてる枠だとしたら両鉄拳か、まあ、全然ありえるのかな。正直どんなキャラになるかはね、見当もつかないですね。まあ、草元素のサポート職。草元素は正直もう現時点でアルハイゼンなりティナリなりナヒダなりがめちゃくちゃ強いので、草元素の火力を伸ばすっていう線はいらない気がするけどな。ヒーラーもね、だいぶ揃ってきてますし、ちょっとどんなキャラになるかわからん。草元素の火力サポートってなるんだったら、激化反応を起こさなくても火力出せるキャラみたいな感じになるんかな。草元素統一で火力出せるとか。シールド、丸太。まあ、建築家なんでね。カーベはプロの建築家なので、それでなんやかんやする説だったら面白いけどな。新武器っていう可能性はないか。新武器はね、私絶対原神出ないと思う。で、出たとしてももっともっと先。だってライデン将軍のオッペイ総武とかタルタリアの双剣とかさ、新武器出すんだったら出すね。例えばなんか新武器で鎌、命を刈り取る形を教えるだろうみたいな鎌を持つキャラクター作りたいってなってもさ、まあ、槍を通常状態で振るってて、スキルとか爆発使って鎌に持ち帰るとかでいいわけでさ、新武器増やせないよ。増やせない。グローブとかいう新武器だって作ろうとしてもさ、もう平蔵とかさ、ディシアとかさ、イアンサとか多分拳で戦うことになるんで、新武器は多分ないと思うな。新武器種、カバンとかね。
ないかな。腰細くね。何頭身カーベ7頭身ぐらい。イケメンやな。ほうきっぽい。草元素で武器が出てないの両手剣だけど、さすがになんかアルハイセンが片手でカーベが両手剣っていうのはちょっと筋肉量的になんか変な気がするから、まあ、カーベは片手ほうき。ちょっとわかんないですけどね。まあまあ楽しみですね。で、カーベがヒーラーっていう線は多分ないと思うんだよな。それがこっからの話で。カーベ。これなんて読むんだろう。天球の鏡かな。スメールの著名建築デザイナー。ミョーロン派の星とも呼ばれており、業界内で最も注目を浴びる人物の一人である。一応、ミョーロン派の賢者になれた説があるんよな、カーベ。アルハイゼンとのツッコミ役に徹してる感じがしてね。おもろいっすけどね。続いて、もう一人新キャラ発表きました。この人です。カーベはね、まあどうせ来るやろって思ってたよ。 3.6 で来ても全然おかしくないと思ったし、まあ 3.7、3.8 のどっかでは来るやろと思ってたわ。来なきゃおかしいんでね。びっくりなのこっちよ。このタイミングで来たか。キャラクター紹介。白術ですね。白術。漢字読めね。孫生豪和。リーウェで最も有名な薬屋さん。ウボクロの店主。肩に長所、蛇だね。という名の白蛇を乗せている。肩に囚われない手法で薬を用い。人心と優れた医術で世の病を癒す。ナナちゃんの師匠。ナナちゃんの飼い主。ちょっと違うけど。白術が来ます。こっちの方が正直びっくりしてるわ。一応ね、怪盗さんの時に白術来てもおかしくないなーって思ってたんよ。リーウェの。でっかいイベントなんで。3.4 で白術じゃなくて、まあ、ピックアップ来たんはフータオとイエランとショウ様だったんですけど、ここに来て白術が来ます。白先生、考え事があっても全然言ってくれない。死が大嫌いなのに、いつも死を探求してる。よくわからない。でも大丈夫。ナナわかってるから。逆先生、いい人。何者かによって破られたナナのノートのとある1ページより。白術の方がね、白術の方がやばい。マジでやばい。だって初登場、バージョン 1.0 で初登場してますからね。2020年9月28日、原神リリース。ねえ、やる気がある人はストーリー一気に進めて、リーウェまで行って、ナナちゃんと出会って、ココナッツミルクっつってナナちゃんが言ってて、そこで白先生来てるからね。2020年9月28日から、3.6 まで、まあ、約2年半ですね。2年半以上経ってるかな。2年半以上経ちますね、実装される頃には。2年半の間ずっとずっと欲しい人は引けてなかったキャラクターがついに来るわけで、ね。カーベもね、ついに来たか感あるけどね、白術先生はね、うわぁああひっくり返ってしまった。やばい。多分ヒーラーです。あの薬屋さんなんで、ね、ナナの師匠だし、世の病を癒すとも言っているんで。でもヨヨおるからね、ちょっとどういう感じになるかはわからんですけどね。よくわからないんだよな、ここの漢字4文字は。神の目は草元素。命の星座なんだこれ。かける、つぼ座。天つぼ座。つぼって音読みでなんて読むんだろう。どういう意味なんやろ。まあ、薬に使うつぼだったりするのかな。武器なんですかね。筋肉があるようには見えないんで、両手剣ではなさそうやけどな。片手剣。ほうき。ほうきっぽいけどな。薬屋さんつったら。なんかいろいろ調べたりとか。パーつって。ナナちゃん大強化。草元素ヒーラー。ってことしかわからん。薬関連のスキル爆発使いそうやからね。ほうきな気がする。毒薬みたいな。パリンつって割合ダメージを与えるとか。それ強すぎるな。放棄かな。まあちょっとわかんないけどね。ちょっと楽しみっすね。一応ね、星5星4の話もするわ。今まで原神のこの新キャラクター発表にはとあるルールがございました。それが、発表が先に来るキャラクターは、星5の法則というものがございます。これはずっと前からあります。こんな風にね、バージョンアップの前に立ち絵が発表されるようになったのは、私の記憶が正しければカズハからかな。1.5 がエウルワで、エウルワの時は立ち絵の発表はなかった。1.6 でカズハが来た時から立ち絵の発表が来てて、1.6 でカズハ、2.0 で綾香宵宮左右、2.1 で雷電将軍ココミ九条、で 2.2 はトーマゴットか、で 2.3 が新滝か、まあ、こういう感じで立ち絵が発表されてきて、で最初に発表されたキャラクターはね、絶対星5っていうルールがあります、まあ、なのでそれに照らし合わせると、公式ツイッターはどういう順番で発表してる。カーベが4時40分、5時前ですね。ほんま、ちょ、この4時40分、今日発表するのほんま意味わからんからな。なんでなんやろな。で、白術が5分空いて、4時45分ですね。だから、一応、今までのルールに則ったら、カーベが星5なんじゃないかってなるんですけど、皆さんどう思いますか？なんかね、調べたところによると、ポヨラボだとね、発表の順番がね、Twitter リプランで教えてくれてる人がいて、ポヨラボっていうサイトだとね、順番逆なんですよね。発表の順番が白術の方が先に発表されてるみたいで。どうなんですかね。今までね、実は原神の公式 Twitter ね、やらかしたことが何回かありまして、ヒューマンエラーはあり得ると思うねんな。例えばね、武器の発表。原神の公式 Twitter って、まあこれ日本版なんだけど、韓国語の原神公式 Twitter もあるし、英語版の原神公式 Twitter もあんのよ。なんか武器の効果の発表でね、
日本の公式ツイッターだけ10分か20分ぐらいめちゃくちゃ遅れた時もあってね、日本語版早出しよみたいな感じでめっちゃ遅れた時もあったし、であとバージョン 1.6 の公式生放送の金リンゴ群島のサムネでバーバラとジン団長の新衣装が来てるサムネを出しちゃってたみたいで、それを追消ししてなんかサムネを差し替えるみたいな、やらかしっていうほどじゃないけどな、ヒューマンエラーみたいなのも何回かあるんで、順番間違えた説ないないか外国版はどうなん？英語版の原神公式ツイッター調べてみよう。これか。原神インパクト。あ、カーベイが先よ。あ、じゃあやらかしたわけじゃないのか。あ、やらかしてないわ、今回。あ、じゃあどうなんだ？もしかして、やっぱりカーベイ星5なんかな？でも、ホヨラボはね、白術が先なんよね。カーベイ星5か。まあ、今までずっとずっと先に発表されてきたキャラクター星5なんで、ね。今、3つの派閥に分かれてまして、カーベイが星5なんや。いや違う、ホヨラボでは白術が先に発表されてるから白術が星5なんや。いや違う、もう2人とも一緒で星5なんやっていう3派閥があります。個人的には私は白術が星5説を推してるんですけど、なんでかって言ったらカーベが星5だったらね、草原さんの星5多すぎんねんスメールの草原さんの星5多すぎるから、ヒナリ、アルハイゼン、ナヒーダ、カーベでしょ。で星4はこれ1人でしょ。あのヨーヨーはリギュエの人なんで、あ、どうなんだろう、星5星4のバランス的にはね、カーベは星4であるべきだと思うねんけど、メタ読みやめろ。いや、そう、このメタ読み大概外れるんで、まあまあどっちでもいいな。カーベ推しの人からしたらカーベ星5の方がいいのかな。星5だと逆に引けないって話もあるんでね。とりあえず今回はいろいろキャラの発表の順番とか、あと2日前、本来はキャラクターの発表って2月27日、アップデートが来る2日前の夜7時に発表来るはずなんですよ。みんななんでやと思う？発表が2日早くなった理由。なんでやろうな。今までね、発表がおかしくなったのは、この間も言ったけど、今まで2回あって、1回目が、ヤエミコ。バージョン 2.5 の新キャラクターのヤエミコは1月1日に発表されました。めっちゃオシャレ。日本には、その初詣っていう文化があるから、まあ、ミコさんを1月1日に発表しましたっていう説ね。これはね、もうほんまに公式の粋な計らいですよ。で2回目が放浪者とファルザンで発表遅れましたね。あ、放浪者とファルザンはストーリー紹介 PV とか素材の発表が遅くなっただけか。うん、まあでもね、原神の公式の発表のスケジュールが狂ったっていう前例ではあるね。え、なんか中国の事情に詳しい人おる？なんか今回の発表がさ、2月27日じゃなくてさ、3日早くなったやん。それ怒ってはないんやけどさ私あれやからね、あの原神 YouTuber さんがさ、みんなさ、ツイッターでさ、うわっ白術さん、え、カーベ来た、うわーっつってみんな反応するじゃん。私はその間何してたかって言ったらモンハンやってたからねパララーパララーパララーパーパパパパパパーつってやって、ツイッターの DM にね、ヤベさんやばいっすよ、公式情報来てますよつって、なんか DM すごい来てて、えってなってたいやマジ失格だわ YouTuber。 マジで、いや怒ってないだけど、なんでなんっていう、そこを理由を知りたい。なんでなん、いや、なんかちょっと考えられる理由。今月が短いから。いや、違うやろ。ブルードしたら違うやろ。なんでなんやろ。いや、悔しい。で、ま、あともう一つは、月曜日にもっとやばい公式発表がある説ね。じゃ、そこをちょっと楽しみです。例えば、スメールが来る前さ、3.0 のスメールは夏頃に来たんですけど、そのちょうど2、3週間ぐらい前にね、いきなりね、ゲリラで PV 出ました。パデュイの執行官が全員集まる PV とか、スメールのキャラクター、星5キャラクター、ディシャとか、セノとか、アルハイゼンとか、ナヒーダとか、ニーローとか、わーって出てくる PV が出てね。そういうなんか、特大発表を控えてるがゆえに、その日を月曜日に残しておきたいから先に金曜日に発表した説とか、ないかな？フォンテーヌの実装早くなる説をちょっと推してるんですけど、どうでしょう？カリベルトだっけ？ダイインスレイブの魔人任務もね、次の 3.5 で来ますし、バージョン 3.5、3.6、本次 4.0 で、金リンゴ軍刀とかすっ飛ばしてフォンテーヌ来る説ない？なんならもう真夏イベントフォンテーヌでやろうよ、みたいな。ちょっとテンション上がりますけどね。さすがにない。容量やべえ。あ、アニメの発表か。なるほどね。いや、一番あり得るかもしれんな。いや、さすがにフォンテーヌ早くな、フォンテーヌは夏だと思うので、アニメ発表はガチである。確かに、ありそう。じゃあ予言しとこう。2月27日に原神公式でアニメの発表っていう特大発表があって、それをやりたいがゆえに金曜日に発表した説。スイッチ版来ます。いや、スイッチ版原神スイッチ版はカミングスーンって言ってからもう 2,3 年経ってるからね、もう来ないでしょ。もう無理だよ。一番くじいつやるんやったっけ。でも発表あったね。とりあえずそういう原神の特大発表があるんじゃないかなと私は思ってるって感じです。みんなに分かってほしいのは、この金曜日に新キャラクターが発表されるっていうのは異例の事態だから、もしかしたらこの土日月で
公式から特大発表が来る可能性があるので、通知オンにしといた方がいいな。通知オンにしておきます。はい、新キャラ発表が来たのにその時モンハンやってたのはちょっと許せないので悔しい。はい、すいませんでした。原神実況者さんみんな反応してたのに、なんでネルメロさん反応してないんだろう、リツイートしてないじゃんつって。私は新キャラ発表されるたびにキャーキャー騒ぐような旅人とは違うつって栄称したかったんだけど無理でした。ナヒーダ復刻どうなるんや。ナヒーダ復刻、あ、でも確かにそうだな、シューボス2体出さなきゃいけないもんね。モンドだったらトワリンとアンドリアス、リーウェだったらタルタルとジャクダ、稲妻だったらシニョーラと永遠の守護者ライデン将軍。今スメールは残票しかいないから、確かにな、シューボス2人出さなきゃいけないって考えたら本店の説は多分ないな。やっぱりアニメじゃない、アニメ発表とかちゃう。中国が今日休みだからとか、中国今日休みだから、いや別に全然それ説あるかもしれんけど星5は多分、私は白術が星5だと思う。で、カーベが星4だと思うんですけど、まあ、全然なんかカーベが星5だっていうのもありえるし、2人とも星5だっていうのもありえるし、そしたらナヒーダ来ないもんね。ナヒーダ復刻ぶち込むんだったら 3.6 か 3.7 だと思うので、やっぱりどっちかは星4じゃないかな。神様はね、4バージョン経って復刻するんで、さすがにナヒーダ復刻も 3.6 でねじ込まれる可能性があると思うので、まあ、どっちかは星4じゃないですかね、白術とカーベ。効果はね、白術が多分っていうか 99% 多分ヒラ。で、カーベに関しては何もわかんないっす。建築物設置しそうやけどな、草原その。建築会やしね。どっちか、また工場とか。いや、工場入りは多分しないと思うな。白術実装で、ついにブリーチパーティーがついにできる。黒崎一護、トーマ。白術、一丸。あれ？白術の声優さんって一丸銀なん？あ、そうなん？テンション上がるわ。S のと、ショウ。S の。チーム編成ぐちゃぐちゃやん。S のと。いやいや。S の音なんや。まあいいんじゃない。S の音はちょっとちゃう感じするけど、まあまあ。